はい、皆さんこんにちは。生態岩屋瀬戸ケア代表の山です。今日はですね、腰椎分離症についてね、お話ししていこうと思います。今回ね、腰椎分離症ね、お対象としたきっかけとしては、めちゃくちゃライン数が多い、悩んでる子がめちゃくちゃ多いってことと、あと質問がね来たので、それに対して答えていこうかなと思います。まずね、腰椎分離症はね、腰椎の疲労骨折なんですけれども、これね、なる原因としてはやっぱり動いてないところがあるから、腰が過剰に動いてそこに問題が起きてしまうんですね。それが単なる椎間関節症とかね、関節炎なのか、折れてしまった骨折なのか、あとは圧迫してヘルニアになるとかね、いろんな問題あると思うんですけれども、しっかり正常に動いてれば疲労骨折してても痛みはないです。他のところがね、ここが過剰に動かなくて他のところが正常に動いてたら痛みはなくなるんですよ。たとえ骨折しててもそれっていうのはなくなっていきます。一番多いのはやっぱりこの仙骨ですね。仙骨が歪んでって、でロックして動かないから、そっち方向の伸展とか、ね、ひねりとかっていうのが痛みを得てしまう。これはめちゃくちゃ多いと思います。あとは一緒なんですけど、猫背でね、いい姿勢に処置して腰を反って腰椎が過剰に伸展してしまったりだとか、仙骨がロックしてしまって回線もいかない、伸展もいきにくい状態でストレスが入って腰にね、痛みが起きてしまう、骨折してしまうというのは分離症ですね。これで質問としてはですね、終末期の分離症は治るんですかっていう質問なんですけれども、終末期もう血流がね、ほとんど止まってしまった状態ですね。それっていうのはやっぱ気管節っていう形で、骨折自体はほぼほぼくっつかないんです。じゃあこの治るんですかっていうと、じゃあ完璧には治りませんって言ったのが正解なのかよくわかんないですけど、痛みは取れるんですよ。痛みは取れます。もう終末期なんて別に炎症とかもほぼない状態ですね。で、炎症っていうのはそれ単にそこにストレスがかかってって痛みあるだけなので、疲労骨折の痛みっていうよりもそこにストレスがかかってる痛みだから、ちゃんと治療すれば痛みは取れるんですよ。痛み取れるっていうか、もう痛み取るの簡単なんです。逆に終末期とかだとね、初期とかだと炎症がねバーってね広がってるから、痛みっていうのをすごく頭の中に残っちゃってるんで、実際状態全く問題なくなっても痛いっていう動作をわざとしてしまったりだとか、反応してしまって痛いっていう風になるんですけど、それもね、日にちが1日2日とか、次の日治療してある程度良くなったけどまだ痛いですって、次の日だったら結構痛み抜けちゃう子も多いですね。なので痛みっていうのは良くなります。ただ終末期とかね、そういう風になってしまった骨折部位っていうのはくっつかないと思ってください。ちゃんと言うと、骨折してても痛くない人は痛くないってことですね。なので分離症だから痛いとかっていうわけではなくて、体の機能が正常に働いてないから痛い、その機能を正常に戻せば痛みはなくなるってことです。なのでちゃんとトレーニングとかね、もちろん治療をねした方が効果が高いので、今の話を聞いてね、そういったものを改善できるところに行っていただけるといいかなと思います。はい、ということで今日も動画をご覧いただきありがとうございました。